グレッツォ2はイタリアのゲームデザイナー、ニコラピロによって開発され、2012年にリリースされたファーストパーソンシューティングゲーム。本作は1993年のゲーム、ルームのトータルコンバージョンモッドであり、前身となるグレッツォ1の開発はピロが高校生だった2000年代初頭に始まっている。本作はキリスト教を嫌う異教の農夫であるピロが、 宗教的現象の台頭を防ぐためにイエス・キリストを殺す内容となっており、プレイヤーは様々な武器を用いて敵を倒しながらステージを進んでいく。イタリア文化の有名な人物の多くがゲームに登場し、イタリアの社会的、政治的、宗教的な問題を非常に風刺している。本作は2012年のリリース以来、冒頭的かつ下凡で暴力的な内容から、 イタリア国内外で反響を呼んだ。ドゥームと同様に本作においても出口を目指して危険な道を進んでいく仕組みとなっている。本作に登場する武器にはビール瓶、プラズマライフル、十字架、ランチャー、強行ベネディクト16世のデジタル化されたスプライトを発射する強力な大砲、ランシーラとシンガーなどがあり、その多くは他のドゥームモッドから抜き出されたものである。 NPC も同様に他のゲームやモッドから抜き出したものが使われており、カーマゲドンに登場する見物客やブラッドのカルトの秘密結社などが挙げられる。時々、プレイヤーは教皇ヨハネ・パウロ2世、イエス・キリスト、神のようなキリスト教の著名な存在を描写した強力なロス敵と戦う。また、本作には無害な NPC も登場するが、プレイヤーは多くの場合、 進行するために大量の NPC を虐殺する必要がある。主人公であるイタリア・ペルージャ出身の異教の農家、ピロはキリスト教の台頭を苦々しく思っていた。手始めに彼は祖父母の銀婚式が行われる教会に乗り込み、殺戮を繰り広げ、死亡する。その後、あの世へ来た彼は崇拝者のローブで飾られた短期で、 口に汚い,い男として描かれた神によって裁かれる。プレイヤーの行動に応じて、ピロは戦って神を殺すか、戦いを避けて来世から逃れる。地球に戻って、無数の人を殺した後、ピロは、幼少期のイエス・キリストを殺すことによって、キリスト教の創造を阻止する計画を立てる。ピロは、聖母、マリアの子宮に潜入し、彼女が解体していたイエスを殺害する。 卵がイエスが死んだ地点に現れ、ピロは彼の生液で受精させた。この卵から新しいピロが誕生し、聖母マリアから飛び出て彼女を殺す。生まれ変わったピロはバンジョーを引き出し、聖母マリアの側に立った三人の賢者のために曲を演奏する。本作の前身であるグレッツォ1は、ニコラピロが高校の宗教の授業のコンピュータルームで開発したものである。 ピロは友達の似顔絵をゲームに挿入し、学校全体に配布した。ピロによると、教師がその内容を知った後、ゲームはすぐに学校で禁止された。同作には、うちはネタが大量に含まれていたため、ピロはゲームを一般に公開しないことにした。グレッツォの開発には2年かかり、そのうち1年はピロがゲームの制作に利用するエディターとアセットの研究に専念していた。 ピロが認めたところによると、グレッツォ2のコンテンツの多くは、ブラッドやカーマゲドンなどの他のゲームから取得されている。ピロは、自分のしたいことに合わせて、コンテンツを頻繁に変更し、イタリアのポップカルチャーを参考にすることもしばしばあった。この趣旨のために、本作には多くの著名なイタリアの有名人や、政治家が仇役として登場する。ピロは本作を制作した動機について、 どんな母親、どんな宗教団体でも怒らせる、下凡で、前代未聞のゲームを本当に作りたかったと説明した。別のインタビューで、ピロは本作が彼の世界観を表現していると語った。私にとって、世界は、このようなものだ。教皇は明らかにモンスターであり、敵であり、すべてが過剰に捉えられている。グレッツォには、最新のオペレーティングシステムに対応し、 もっと作成者に追加のアメニティを提供する、ドゥームエンジンの改良版であるスカルタグで実行される。イタリアの主催の製氷神父は、通常の敵だけでなく、専用ステージで一回限りのボスキャラクターとして、グレッツォニに登場する本作の生々しい暴力、性的なコンテンツ、及び宗教上の人物に対する不敬の結果、ゲームはメディアの大きな注目を集めた。 多くのジャーナリストが本作の内容を冒頭的なものと特徴づけている。コタク編集者のパトリシア・ヘルナンデスは、このモッドの内容を子供殺し、被災殺し、バーニー殺し、マリオ殺し、仏陀殺し、本当にただ殺すだけであり、何も尊ばれないと苦々しく説明した。2015年、コンピュータゲームのライブ動画配信サイトツイッチは、 グレッツォ2を禁止ゲームのリストに追加し、ユーザーが同作を配信することを禁止した。グレッツォ2は2012年の過去ワードで栄誉賞を受賞し、レビュアーはゲームを今年リリースされた最も精神病的なものと呼んだ。一方で、過度の表現はバカバカしすぎて素晴らしいと称賛した。本作の後、ディオチペノシはイタリアのトラッシュカルチャーの人物が数人登場する。 2D 格闘ゲーム、スーパーボッテバンバー2ターボを開発、公開した。2018年3月、ディオチペノシは、グレッツォ2の続編、グレッツォディー2を発表した。ありがとうございます。